こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。新宿駅近くに来ております。新宿駅に何かあるんですか？この建物に用がありましてね。このビルに何があるんですか？まあちょっと待っててくださいよ。入り口に着いたのですが、もうわかりましたよね。お、美味しそうですね。2階にあるということなので、2階に上がります。到着しました。メニューです。美味しそうですね。豆花を食べに来たのですが、種類がいろいろあって迷いましたが、間違いなさそうな総合豆花にしました。確かに間違いなさそうです。出来上がるまで席で待ちます。席の間隔はそこそこ密です。ということで、出来上がりました。どうですか？美味しそうですよね。そうですね。ドリンクも一緒に頼んだんですが、お茶がついてくるならいらなかったかなという感じです。ではいただきます。豆花の味が、まさに豆腐という感じでした。記憶があやふやではありますが、台湾で食べた時は豆花自体も甘かった気がしています。メニューの中に杏仁豆花というものがあるので、それは豆花自体も甘いのかもしれません。メニューにはちゃんと書いてあるのですが、氷が入っていることを想定していなく、ドリンクも一緒に飲んでいたら最後の方はちょっと寒くて震えました。そうなんですね。台湾でかき氷を食べるとき、量が多くて大体ブルブル震えているので、何か懐かしい感覚でもありました。最終的な感想としては、デザート以上、食事未満という感じでボリュームがあり、かなり満足する一品でした。ごちそうさまでした。といったところでこの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。